金渡官は、大韓民国の政治家で、第3代及び第6代国会議員、金田スクチンの息子。本願は、安藤金氏。号は、吉松。金渡官1918年5月15日、慶城負傷路にて、金田スクチンの息子として生まれたとされる。1924年に7歳で祖母と一緒に、満州で1回だけ、金田スクチンと対面した。 朝鮮総督府から不定先人として監視される一方、家庭内の事情も良くなく、家事道国民学校を2年生で中退。会場に移ったが、10歳の時、一人で刑場に来た際に、小事記たちに捕まり路上生活者となり、園主を名乗る老人に日程の勉強はする必要がない。すぐに独立するのでその時勉強しなさいと言われ、学校には通わずに、 水氷凶の元や路頭で17歳まで過ごした。18歳にして、朝鮮全土に約3万人の構成員を抱える暴力団、カネロ派の頭目に就任。日本統治時代の末期には、ソウルの繁華街、カネジを中心に、朝鮮の地目家の王となった。不良グレン隊や暴力団のごとく、一般市民に対し悪業を働くのではなく、金タスクチンの息子であることを誇りに、 強い抗日の姿勢から日本軍の武器庫を爆破。日本系暴力団と抗争を繰り広げ、朝鮮人商人を保護する強格として活動したと、される。後の自由党政権下で政治暴力団の頭目として、急成長した、李廷はじめは、金都間が組織するカネロ派の会団体の巡航聖員出身である。戦中に、満州や朝鮮半島北部で優勢を誇った、 朝鮮半島北部のグレン隊の頭目であるシラソ小鳥トリ・マサーツとは、私的に義兄弟として呼び合う仲だった。1944年、リ・ハジメ・ヒロシと結婚。1945年9月5日、後に国会議員となるキム・ウルドンが生まれる。日本の降伏の後、すぐカネロ派を率いて朝鮮建国準備委員会に参加。治安維持に当たった。 建国準備委員会が解消した後は、水表凶で共に過ごした竹馬の友であり、社会主義活動家の僕経営の秘書となっていた、低賃流の勧めもあり、朝鮮共産党に入党、朝鮮青年前衛隊隊長に就任。この際、人民軍南朝鮮司令官に任命する提案もあったという。まもなく父の死が共産主義者による暗殺だった事実を知り、共産主義から、 民族主義に転向。民族主義に転向したことで、米軍政庁の刑務部長、張日野枝間や、後の新民党総裁の柳沈山を知り、民族主義陣営指導者たちたちとの交流を深め、反共産主義闘争の白色テロの代行者となり、デモ隊鎮圧などで多数を殺害した。李商版、近急、柳沈山が主導する大韓民主青年同盟の監察部長になり、 保守、右翼陣営の最先鋒として活動。団体の資金を調達するために、後に、反民族行為特別調査委員会の逮捕対象となる、牧教職など新日派社本家の家を襲撃した。指摘流用しない根拠として、小六三聖堂の自分の家を抵当とし、李性版の直筆記号を見せて領収書を書いた。金都館とその別動隊は、 反共産主義闘争に力を尽くす過程で、左右合作を提唱した両運協、近慶職らの拉致、暗殺未遂事件を起こす。これに憤慨した緊急から注意を受け、以降は一切加害しなかった。近都間が共産党を離脱し、民族主義陣営に加わったことで、共産党全英隊と青年同盟別同隊の争いが加熱。米軍から逮捕状が出て潜伏中だった。 金都官は潜伏先で共産党前衛隊に襲撃され、東部に銃弾を受けた。通報で駆けつけた米軍により、病院に搬送され、緊急手術を受けて一命を取り留める。回復後、朝鮮共産党系の陸軍準備隊の武力鎮圧など、左翼運動家に対する数々の殺傷行為容疑で米軍に逮捕される。1948年、死刑判決を受け、 沖縄米軍管轄の沖縄刑務所に収監。死刑執行予定日の数日前に大韓民国政府が樹立。李承晩らの計らいにより刑視を免れる。大韓民国政府樹立以後、当時最大の労働組合組織である大韓独立、即成全国労働総同盟最高委員に就任。労働者の要求に耳を傾け、諸課題を解決。 労組所属の全国の労働者から絶大な人気を得る。朝鮮戦争中に大韓学徒義勇軍参謀長に就任。約1500名の学徒兵を連れ参戦。大気たテロ集団の白衣社の幹部に就任し、近日生の暗殺未遂を起こすなど反響活動を続ける。枠にとらわれない様々な功績を残し、李正万大統領から報酬や 養殖の提供を打診されたが、独裁色が濃くなった、李正万政権に難を示し受けなかった。大統領特使、国連韓国代表を務めていた、張飛の枝玉が、大統領李正万との意見の衝突で辞職。金都官は、反李正万勢力の主要人物となった、張飛の枝玉や、柳陳山らと行動を共にする。百五十四年、十六歳の時に金ね 選挙区を突くから第3代国会議員選挙に民主国民党の指名を断って無所属で出馬。初当選を果たす。同選挙区の対立候補には、金都間より有能な人物が立候補していたが、金自有境外の女性たちの圧倒的な支持を受け、僅差で当選した。議員選挙初当選後、その祝賀会で金の派を解散し、派からの引退を表明する。 部下たちからは反対の声は上がらず、祝杯を受ける。幹部のほとんどが金都官より年上であったが、常に、親分、兄貴と慕われ、孫徳抜きの忠誠を受けた。解散時のカネロ派の規模は厚生因員数3万人以上と、言われ、当時アジアにおいて、最大の組織勢力だった。金都官の推薦で白曽に小鳥マサツは、新翼期、超務の警護責任者に就任した。 1956年5月5日、民主党公認大統領候補となった新翼期が選挙遊説の途上を倒れ、蝶務、金都官、リマザーツラに見取られながら死去した。脳一血だった。その後、本人の細かい暴力事件と失言や韓国仏教界の大古州と総慶州の対立との関わり、自由党に在籍していたことなどにより信頼を失い、 第4代総選挙で金字選挙区にて、労能党候補として、第5代総選挙で工場選挙区にて無所属として、第6代国会議員選挙で金字選挙区にて無所属として出馬するものの、すべて落選した。1960年の4.19革命で、李正万が失脚。1960年の第4代大,大統領選挙では、長費の枝間を支持したが、 民主党旧派の代表格として、印前が第四代韓国大統領になったことで、空席となった、金字選挙区で行われた、補欠選挙でも落選した。1961年5月16日、軍事革命委員会による5.16、軍事クーデターが起きると、金正失が接近。金都官は、軍政と距離を置き、静観した。1962年3月1日、 軍政率いる国家再建最高会議より、父、将軍、金田スクチンに建国勲章の受章があり、遺族代表として、牧政紀議長から一等国家功労賞を授与される。1963年、金正筆の我が軍は政治に関与しないという言葉を信じ、金正筆の提案で愛国団を結成。全国に2万人の団員を集めたが、軍政内部の争いにより、 金正失と敵対する、金景局中央情報部長から圧力を受け解散。この内部闘争で、金都会も韓国中央情報部に逮捕され、拷問による取り調べを受けた。1965年、韓日国交正常化に反対する、野党議員の辞職に伴う、第6代国会議員選挙の補欠選挙で、辰山選挙区から韓国独立党候補として出馬し、当選。 第六大国会に登壇するや、否や軍事政権批判を行うと、1966年1月8日、韓国独立党内乱陰謀事件に関与したとして、西大門刑務所に収監。1月29日、国会で、金都艦議員の釈放決議案が、野党のみならず、与党共和党員までが、賛成票を当時可決された。 4月28日に5年の刑が休憩された後、5月10日に無罪宣告され、金都官をはじめとするすべての議員が釈放された。国会で現職の国務総理らが関与したと言われる、サッカリン密輸事件の議論が紛糾した際には、国会議事堂において、定一権国務総理らに、アルミ缶に詰めた糞尿を投げつける、前代未聞の国会を物当的事件を起こした。結果として、 与党共和党の国務総理をはじめとする首脳人全員が内閣総辞職したが、この事件により1966年国会議員を辞職。逮捕され、再び西大門刑務所に収監。その後、持病の高血圧により病気釈放。釈放後、北世紀大統領と金都官は面会し、金都官が政治に関わらないことを条件にソウル市長に面倒を見る。 用指示、異例の特別待遇をした。しかし事業には失敗し、安宿を転々としていたという。1972年11月19日に突然、倒れ意識不明となり、11月21日午前9時5分に死亡した。55歳で死去。死因は高血圧とされるが、暗殺説がある。父、金タスクチンに送られた一等国家労の年金全額を、 孤児院に寄付していたことから、金都館の葬儀には多くの孤児が参列した。その医師は、長女のキムウルドンを経て、孫の孫、イルグクが引き継ぎ、44年にわたって一等国家厚労省の年金全額を事前活動に注いでいる。その総額は数十億ウォンに及ぶ。現在の韓国において、金都館は裏社会の祖として非常に著名で、 その世界で知らぬ者はいないと言われる。娘のキム・ウルドンは俳優。2008年に親牧連帯から国会議員選挙に出馬して当選。ウルドンの息子で俳優の孫、イルグクは外孫に当たるとされる。反抗級、将軍の息子神話を背負った悪役ヒーロー、でたらめな、でも憎めない、の韓国現代史平凡者。2003年、78から91ページ。 ありがとうございます。